はい、皆さんこんにちは。浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今日はですね、ミニッツミーティングイン関東の直前の金曜日の昼間になります。結構、平日の昼間ですけれども、お客様も、いらっしゃって、さっきとはまあまあにぎわっています。はい、で、まあ、僕は今回こちらの FWD クラスに参加しますので、まああのこちらノーブルフロッポですね。で、FWD に、ルノーメガーヌのボディをつけて、まあ、レースに出る状態の車で今走らせています。はい、で今年からですね、ミニッツ の、 そのレギュレーションが、まあ、変わりまして、タイヤの方がかさ増しの方が禁止になっていますので、まあ、このように、そのままの状態のタイヤをつけなければいけないんですけれども、FWD クラスというのはあのフロントが駆動輪になるので、あのこけにくいようにタイヤを薄くすると、まあ、タイヤがちっちゃくなって、まあ、その結果、速度が遅くなると。逆にあのタイヤを大きくして、トップスピードを伸ばそうとすると、今度はフロントが、引っかかってしまって転びやすくなってしまうということで、まあ、なかなかフロントタイヤのセッティングが難しいクラスというふうになっています。はい、というわけで今回はいろいろとですね、フロントタイヤ大きいものを試したり小さいものを試したりといろいろ走って、今このような状況にとりあえず落ち着いたかなという感じになっています。はい、というわけでこの後、ちょっとですね、あのスーパーラジコン秋葉原店のコース結構グリップが高いので、まあ、本番のコースはちょっと、違うんですけれども、走ってみて、現在の調子の方を確認したいと思います。ちょっと、はい、それでは走り始めたいと思います。ノーマルモーターで標準のギア比なんですけれども、意外と速いですね。結構周りが最近緑モーターの、ナローツーリングとかが増えてきたので、トップスピードはひょっとしたら FWD の方が速かったりする場合もあります。今かなりセッティングの方も進んできたので、割と転ばずに走れていますね。ただやっぱりあのフロントタイヤかなり肉厚になっているので、どうしても引っかかってしまうところはあるので、それはしょうがないかなと思うんですけれども、まあ、そこをなんとか転ばないように走るのが、まあ、FWD クラスの、醍醐味になってくると思います。でタイム的には、ナローツーリングクラスですと、今このレイアウトですと速い人は8秒台の、後半ぐらい入って、で GP6 クラスで9秒台前半ぐらいになるんですけれども、だいたい GP6 クラスと同じぐらいのタイムは出てるのかなという、感じになっています。で直線に関しては FWD の方が速いんですけども、やっぱりコーナーリングはどうやっても、RWDK の方が速いので、コーナーではなかなかついていけないのかなという感じになっています。こう普通に無難に今走ってますけれども、結構割と頑張って走ってる方だと思います。ゆうくん今何走ってんの？これナローなんですけど、うん、今、お友達のゆうくんが走ろうとしたんですけれども、エボのレシーバーのアンテナが取れちゃったそうで、ピットに戻っちゃいました。なんかこう久々に喋りながら運転してるんですけども、まあ、割とミスなく走れてるのかなというふうに思います。ちょうど今ナローツーリングの方が前走ってるので、ついて行ってみたいと思います。でこう直線でグーンと追いつくんですけども、こうインフィールドで離されていっちゃう感じですかね。やっぱりこうフロント駆動なので、アクセル握った時にこうやっぱ後輪駆動だとこう前に押し出してくれるんですけれども、 FWD ですとどうしてもこうなんだろう、あんまりパワーが大きすぎるとこう逆に滑ってしまうっていうか、うまく
前に進む力に進まない、力が伝わらないんですかね。だからそこら辺も FWD クラスの難しさになるのかなというふうに思います。失速させないようにしなきゃいけないとか、そういうところも、ポイントですね。 できるだけアクセルも握ったままにするみたいな、アクセルオフじゃなくて緩めるみたいな、まあ、そういうような感じですかね。よいしょっと、今日ですね、こちら僕走った感じですけれども、ベストタイムで9秒17まで出ました。はい、先日あのワサさんがこのコースを GP6 走った時のタイムが9秒3だったので、まあ割と FWD の割にはいいタイムが出てるんじゃないかなというふうには思うんですけども、ちょっと他にですね走ってる人が本当にいないので、比較対象がいないので、自分が早いのか遅いのかちょっとわからない状態です。はい、まあ明後日の本番ですよね、ミニッツミーティングに出る人、多分あの FWD を割と頑張ってやってる人が多いと思うので、まあ、その中に入ってどれぐらいで走れるのかが、まあ、基準になるんじゃないかなと思います。先日、よしみの方でちょっと出た時には、まあ、スーパーラジコンでもいつも一緒に走らせている方にかなりぶっちぎりで負けてしまいましたので、正直ちょっと不安しかないんですけれども、まあ、なんとか状況的にまあまあいい感じに仕上がってると思うので、まあ、なんとかこの異常処置したら、まあ、それなりに戦えるのかなというふうには思います。まあ、一つ懸念材料としては、スーパーラジコンのコースはものすごくグリップが高いので、これ今すごくグイグイ曲がってくれてますけれども、あの本番の路面は多分グリップが低いので、アンダーステア全然曲がらなかった時に今使ってるタイヤより曲がるタイヤっていうのがいまいちちょっとよくわからないので、まあ、そこの時にちょっと、困るかなというような、そういう不安はありますという感じで終わろうと思います。はい、というわけで、FWD の走行が終わりました。はい、まあ、先ほどボディがついていた状態だったので、とりあえず今ボディを外して車種の方をちょっとご紹介していきたいと思います。こちらが、FWD の車種になります。はい、まあ、こう見た限りですね、どちらかというと、基本的にですねノーマルに近い状態で、あまりこうオプションパーツは多く入っていないのかなというふうに思います。まあ、後ろの方も、DWS などにはしていないですし、そうですね、あとは見た感じアルミのパーツも少ないかなというふうに思います。フロントの方はですね、こちら、スプリングをやわめの、ショートの緑にしています。でこちらですね、このジャイロなんですけれども、このジャイロがちょっとクセモノで、いわゆる旧型のスポーツ用のジャイロになっているんですけれども、現在、バージョン 2.0 に変わってしまって、このジャイロ手に入らないんですけれども、現在 FWD の発売されている基板というのが、まあ、いわゆる旧基板というものになっていて、新しいジャイロが、互換性の問題で使えないことになっています。はい、なのでこれから FWD をでちょっと遊びたいなと思ったとしても、今ジャイロが手に入らないというちょっと困った問題があります。はい、なので、まあ、たまたま僕はジャイロ持っているのでこれ FWT できますけれども、まあ、これからちょっとやりたい人はそこの部分だけちょっと気をつけた方がいいのかなというふうに思います。はい、という感じですね。はい、というわけで、今回は FWD をミニツミーティング直前にスーパーラジコン秋葉原店の方で走らせる動画でした。